はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。高橋みどもです。はい。今回の動画ですが、うぶ主さんが個人的に思っていることは、最近、ポケットモンスター、ソード&シールドが、ソード&シールドが発売されましたが、それに関する、説的な話です。今、現在放送中の、騎士竜戦隊勇壮者ですが、まあ、この中に、直線、なんかに、剣と、盾が入ってるので、ポケモンを隠してたんじゃないか説を、僕は唱えたいです。なんでかっていうと、まあ、歌詞の中に、サビの部分と、の部分に、黒曜の剣とた、ない、黒曜の盾とだね、剣。という感じです。とにかく、奇襲戦隊輸送陣がもしかすると、ポケモン、ソード&シールドを予測してたんじゃないかという動画でした。ご視聴ありがとうございました。